いつもご視聴ありがとうございます。今回は、安芸高田石丸市長の交際費についてまとめました。以前に議員の政務活動費の使途と金額をまとめましたが、その使い方や金額、市民のためになる調査に必要な経費はしっかりと活用してほしいです。同様に市長の交際費についても、市政のために必要な費用は有効に使用してほしいと考えます。集計期間は石丸市長が就任された令和2年8月から令和5年9月までの集計となっております。令和2年と令和3年は交際費ゼロです。これは、新型コロナウイルス感染症蔓延防止等重点措置による規制の解除となる令和4年3月までの影響ではないかと思われます。令和4年4月に初めての交際費の支出がありました。内訳は、柚子ポン酢醤油。東京広島県人会協賛品です。49,248円です。令和4年5月に1万円です。京都広島県人会春季家族交換会です。令和4年6月は155,744円です。近畿広島県人会通常総会並びに懇親会及び柚子ポン酢醤油、北海道、近畿、中部広島県人会協賛品です。令和4年7月は1万円です。サッカー日本代表森保はじめ監督を激励する会です。令和4年8月9月は支出なしです。令和4年10月は11,650円です。サンフレッチェ広島ダゾンパブリックビューイング。一般社団法人東京広島県人会令和4年秋季役員懇親会です。令和4年11月は1万円です。JA 広島北部広北農耕会10周年記念式典、祝賀会です。令和4年12月は支出なしです。令和4年度1月は2万円です。一般社団法人東京広島県人会令和5年新春懇親パーティーと、京都広島県人会新年家族交換会です。令和4年度2月は10万円です。この月から柚子ポン酢醤油、初絞りになったと思われます。金額が変更になっています。東京広島県人会協賛品、京都広島県人会協賛品、令和4年度3月と令和5年4月は支出なしです。令和5年度5月は67,840円です。令和5年度安芸高田市商工会女性部第17回通常部員総会。令和5年度安芸高田市商工会第17回通常総代会。なお来場中、琥珀上中3本セット北海道広島県人会協賛品。東京広島県人会令和5年度春季役員懇親会です。令和5年6月は23,500円です。令和5年度全国青年市長会意見情報交換会。安芸高田市ふるさと応援の会総会、情報交換会、広島県内陸部振興対策協議会第57回通常総会、広島県中小企業家同友会美北支部設立総会、祝賀会です。令和5年7月は、63,840円です。令和5年度第1回広島広域都市圏協議会首長懇親会、中部広島県人会令和5年度総会、懇親会。なお来場中、琥珀上中3本セット中部広島県人会協賛品。令和5年8月は、38,000円です。2023年度安芸高田市ふるさと応援の会関東地区会員の集い。第37回全国青年市長会総会等、香典農業委員会農業委員。広島県浄化槽協会公益社団法人認定10周年記念式典等です。令和5年9月は支出なしです。以上です。いかがでしたか？交際費の支出がない月もあって、素直な感想はあまり使われないのだと思いました。また協賛品に提供している川根の柚子ポン酢醤油は美味しそうですね。以前の動画で政治会山本和弘議員によるアベマ TV の出演についての旅費の内訳があったので載せます。交通費として49,020円、日当2日6,000円、宿泊料1泊14,800円。
合計 69,820 円。最後に山本和弘議員によるアベマ出演についての質疑をご覧ください。根幹になるところが雲に隠れたような話になるんで、内部で共有してという意味も分かりませんし、私一番思うのは、市長宛てに案内が来とったら市長どうされますかいうのが普通だろう思うんですね。で、市長がうんこれ行くよと言われたら、公務で行かれますか、それとも自費で行かれますか、いやこれは自分の関係で行くんだから、この招待があっても公務じゃなくて自分で行くよと言うたりですね、うん、これ公務にしとってくれというのが、普通一般のあり方じゃろう思うんです。それを今内部で共有しているな、じゃあ副市長やら総務部長やら、担当課長、秘書広報課の課長ですね、で、場合によっては総務課長も含めてで、協議をして、市長さんこれは公務で行かれるべきですよと進言して、やられるのか、その辺をちょっと明らかにしてください。はい、石丸市長。聞くに耐えないんですが、世の中の一般などというのを平気で誤った認識なのにもかかわらず言わないようにしてください。先ほど課長が説明しましたよ、市役所に市長宛てで出演依頼が来たんだと。そこからがもう公務ですよ、入り口が。私に個人宛てに来たんじゃないんですから。なので市の担当部署として職広報課としてそれを処理していくという説明をしてるじゃないですか。それが全てです。委員長。はい、山本和弘委員。今ので余計わからないのです。市長の考えは抜いて、以下誰が協議しようのか分かりませんけど、市長さん依頼がありました、行ってください、それが普通です言うて言うたような気がするんですけど、そうじゃないと思うんですよね。まあ今これを質問させてもらえるのは、市長が出られる番組でも公務で行かれた場合と自費で行かれる場合と私はあると思うんです。じゃあ決めるのは秘書広報課が決めて市長に行ってくださいと、こうなっとるんじゃ言うて今答弁されたような気がするんですけど、それはちょっと間違いじゃないかなと。何でもかんでもじゃあ市長行ってください言われたら行くんかいうことになるじゃないかというふうに思うんです。そこらのとこをこの決算にあたってはっきりしていただきたいと思うんですが、まずあの質疑認めますか。間違いないと思いますよ。だから共有していくのかと。石丸市長、はい、委員長も認識がないようなのでもう一回改めて言いますが、よろしいですか。個人的に受けてるものだったら私が勝手に行きますよ。市役所が受けてるんですから、受けるにせよ受けないにせよ市役所に来た時点でそれ公務です。私宛に来た依頼ではなくて秋田方市長宛に来た依頼なんですから、その時点で公務始まりますよ。ルートとしては最終的な受ける受けないは今課長が述べた通り、いろいろな私のそれこそスケジュール等ですね勘案をして可否はありますが、ここで受け付けた時点で公務です。これに限らずです。何か何とか町の祭りの挨拶のイベントあって私あっちに来てるわけじゃないんですよ。市長宛に来てるから受け付けてスケジュールを見て行くか行かないか判断してるんです。よってこちらの説明が正しくて山本議員の認識は間違っています。はい、山本和弘委員。私は全く間違いを取らんと思いますね。市長の判断で出席するかせんかが最終判断だろうもんね。で今市長が言われるのは文書が来て市長案内来てください言ったら自分のスケジュールを見て会いとったら
秘書候補から来てますよ、行ってくださいと、スケジュールが入っとりゃ行きますと、その時点で公務だと言われるんでは、わしは市長の倫理観に関わるような出張があると思いますけど。委員長、あれを言うより失礼ですね。私の人間性を誇りしてしいんですか。全然失礼してないじゃない。人間性の否定ではない。いや、倫理観としてほしい。倫理観が必要じゃない。倫理観は人間性に含まれないです。倫理観はでも、ちょっと資料を慎んでください。いや、じゃあ委員長、議事進行で申し上げてるんです。今のは複数発言、不適当。